微前焼、小微前花池東京国立博物館微前焼は、岡山県微前市周辺を産地とする石器。日本六古用の一つに数えられる。微前市、伊部地区で盛んであることから、伊部焼との別名も持つ。同地区で数多く見られる、レンガ作りの四角い煙突は、微前焼の窯のものである。産地である、微前市。 イベ地区備前市南部から瀬戸内市、岡山市内には古墳時代から平安時代にかけての末期釜跡が点在し、奥古洋跡群と呼ばれている。この末期が現在の備前焼に発展したと言われている。奥古洋跡群で最初に築かれた鎌は瀬戸内市長船町の木鍋山釜跡で7世紀後半8世紀初頭になると、 瀬戸内市牛間土町の寒風雇用後群周辺から瀬戸内市奥町尻海周辺に窯が築かれる。8世紀になると備前司佐山に窯が築かれ始め12世紀になると伊部地区に窯が本格的に築かれ始め独自の発展へと進んでいった。鎌倉時代初期には還元炎焼成による焼きしめ等が焼かれる。鎌倉時代後期には酸化炎焼成による 現在の茶褐色の陶器が焼かれる。当時の主力は水亀やすり鉢など実用本位のものであり、落としても壊れないと評判が良かった。この当時の作品は小備前と呼ばれ珍重される。室町時代から桃山時代にかけて茶道の発展とともに茶道としての人気が高まるが、江戸時代には茶道の衰退とともに衰える。 備前焼は再び水亀やすり鉢、酒とっくりなど実用品の生産に戻っている。この当時のものは、金号の旧家にかなりの数が残されている。明治大正に入ってもその傾向は変わらなかったが、昭和に入り金重東洋らが、桃山島への回帰を図り、芸術性を高めて人気を復興させる。東明は、重要無形文化財。 ゼ前焼きの保持者に認定され、弟子たちの中からも人間国宝を排出し、ゼ前焼きの人気は不動のものとなった。第二次世界大戦時には金属不足のため、ゼ前焼きによる手榴弾が試作されたこともあるが、実戦投入はされなかった。2017年4月29日、微前焼きは越前焼き、瀬戸焼き、床滑焼き、死柄木焼き、 タンバタチクイヤキともに日本六古用として日本遺産に認定された。上り釜釉薬を一切使わず、酸化炎調整によって固く締められた赤身の強い味わいや溶変によって生み出される一つとして同じものがない模様が特徴。現在は茶器、酒器、皿などが多く生産されている。使い込むほどに味が出ると言われ。 派手さはないが秋が来ないのが特色である。備前焼きの魅力である茶褐色の地肌は、殿土と呼ばれる、田んぼの底から掘り起こした土と、山土と黒土を混ぜ合わせた鉄分を多く含む、土とを焼くことによって現れる。土の配合にもある、程度比率が存在するが、各々の土を寝かす期間も存在し、出土する場所によっても成分が違ってくる。よって、 作るには熟練の技が問われてくる。なお、人間国宝の一人である、金重東洋は10年寝かせた土を使っていたとされる。重要無形文化財、備前焼の保持者、毎年10月の第3度日曜日に、伊部駅周辺で、備前焼祭りが開催される。祭りでは、備前市の作家などで構成される、とうと茂会の作品が2割引きで販売される。また、 様々な作家がこの時期に合わせて作品を制作するため多くの作品を鑑賞、購入することができる。ありがとうございます。